注入してごらん。そうすれば自然にも楽になるよ。いいかい、メアリー。元気なスパイサーこそが。ドクター・スタインマンは今日私を大事に見ていたわ。ダイヤは死んでの襲撃以来、一度も会いに来てくれてない。でもドクター・スタインマンも優しいのよ。彼は私に、かさぶたが取れたらきちんと治すって言ってくれたの。他の誰よりも私を可愛くしてくれるはずだったわ。
順は嫌うもの、自由市場、自由意志、そして自由な人です。寄生虫どもは痛み無償で治療をせがみ、農家の連中も彼らに食料を施すのがさも当然だと思っている。奴らは変質者と同じだ。町を徘徊し、プロセスな娯楽のために獲物を欲し続けるような変質者とな。収容所にはドイツ人の医者がいて、何か実験していたわ。
時々失敗をしていたから、私が彼に間違いを気づかせ、怒らせたものよ。だけど彼は助けてきたの。どうしてお前のような子供がそんなことを知っているんだってね。私は答えたわ。わからないけど知っているのって。彼は理由を聞き出そうとしたから、私は実験をするなら適切な方法ですべきだと言ったのよ。気になっているのだが、一部の市民がベンディングマシーンのハッキング方法を発見したようだ。自由企業体制は我々の社会を確立するための基盤だ。私はそのことをラプチャー市民一人一人に思い出させる必要があるだろう。寄生虫には叱るべき罰を与えねばなるまい。スタインマン、メディカルパビリオンがあなたの病院だということは知ってるが、少し考えてみてはくれないか。海の水は手を切るように冷たいということを。あんたがパイプを温めてくれなければパイプは凍る。パイプが凍れば破裂しまう。そうなるとラプチャーの水漏れが起きる。正直言って、あんたがトイレに行こうが釣りに行こうがこちらは全く構わない。だけど一旦ラプチャーの水漏れが始まれば止めようがないんだ。必ずライアンには伝えるよ。礼を言うべき相手はあんただってことを。私を嫌ってる批判なんねっ。この町は我々の力。敵を燃やしてやりましょう。炎は広がるのでご用心を。誰の手？
ちだと思ってるの。今日大変血だらけだわ。どこなの。血が出て消しなさい。レースター、まあいい、どうせ戻ってくるしな。言いたくしないって約束。あや、二級品のプラスミドだったに違いない。なぜ治療を先延ばしに。あった。私は。